みなさん、こんにちは。ゆきこです。今日は自動詞多動詞の一二三。一二三。えっと。前にやったのは。届ける、届く、集める、集まる。一二三四五六。までやったので。今日は。七回目です。この字、ちょっと難しいんだけど。 壊す。聞いたことあるね。壊す。壊す。え実は、英語を話す人は、この漢字はとても難しいと思うかもしれないけど、簡単な漢字でできているんだよ。土曜日の土。書けるよね。土曜日の土。まず土曜日の土を一つ書いて、 それから、こっち側に12、3、4、5、6、7、8、9、10を書きます。土曜日の土の次に10を書いて、次は数字の4です。土曜日の土、10を書いて4。そしてその下には1章の。いちゃん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 。 これが衣装の、e ね「い」e、は「ちゃん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 」これ衣装の、e「い」お洋服のことねだから土曜日の「ど」を書いて数字の「十」を書いて数字の「四」を書いて衣装の「い」を書くとこの難しい「壊す」「壊れる」 という漢字が書けますいいねでは漢字書けなくても見たらあっゆき子が言ってたな土曜日の「ど」に「十に四にい」だからこれは「壊す」だ「壊れるだ」だと読んでください。それでは今日は1234567回目「壊す」「壊れる」はい。 を壊す、壊れるは、このように何々を壊す、何々が壊れるというふうに使います。例えば、私がこれをダン落として、これはバン割れました。割れたけど、これは壊れた、壊れた。 と言います私はこのカップを壊したと言いますこの前私はコンピューターが動かなくなってマウスを壊しましたマウスを壊しましたえっ、ー、とね一番怖かったことはえっとこのネンドロイドさんたちは実は お顔の表情を変えることができますこうやって彼女はスリーピングビューリーだから寝ているお顔に変えることもできるしこうやっているこれはニかニかって笑っているお顔かな変えることができるんです一番最初にうち、えー、に来たのはエルサでしたフローズンのエルサでしたで エルサのお顔はあんまり笑っていなかったから私はエルサのお顔を笑ってるお顔にしようと思ってここの首を持ってよいしょよいしょこうやったらエルサが死にました。私はエルサを壊しました。 あどううしようもうくっつかないのな治らないの治らないのだから一生懸命私はグーグルの女王ですからたくさん調べて調べて調べてそして誰か親切な人がそういう時はダイソーにいろいろ売ってるよダイソーというのは100円ショップのことですねダイソーにいろいろ売ってるよ それで、これとこれでこれでこれでこうやって直せばいいよとインターネットに書いていましたので私はすぐに道具を買ってきて一生懸命にエルサを直しました。だからエルサは一度壊れたけど頑張って私は直しましたのでエルサは 治りました今はみんなと一緒に笑っていますとても怖かったですね皆さんは何かを壊したこと何かをそして直したことはありますかで、ね、こうやって何々を壊す何々が壊れるという風うに使いますよ そしてそれをフィックス。私はエルサを治しました。エルサが治りました。治る治ります治りました。壊れるはレールだからグループ2ですね。壊れる壊れます壊れない。 壊れてになるで「壊す」は「す」で終わるので「さしすせそ」と変わりますよ。「壊さない」何々を「壊さない」でね「壊さない」「壊します」「壊しました」そして「壊す」は「dictionary form」ですね。そして「こわす」 壊せば壊せばは家庭系ですそして壊そうん何かを壊そうっていう時はあまりないかもしれないけれど壊そうになりますでは直すもやってみるよすではあるので同じね直さしすせそと変わります直さない 直します直すディクショナリフォーム直す直せば家庭系です直そう直そうですこの前から始めた自動詞多動詞覚えちゃおうシリーズはもうこんなになりました今7個になりましたね一番最初は何々を届ける覚えやすいのは ピザを届けるピザを届けるその結果ピザが届くですねそして私はネンドロイドさんを集めるその結果ネンドロイドさんがディズニーのプリンセスが5体集まりましたそして飲み物を冷やすそうね 私は私はこの炭酸水が大好きです。これはサントリーのサントリーのストロングという強炭酸と言います。これは冷たい方がおいしい。だからいつも冷蔵庫でキンキンに冷やしています。 キンキンにというのはとても冷やすお冷たいというくらいに冷やすことさてこれはよく冷やしてありますのでとても冷えていますこの炭酸水は冷えていておいしいです冷えていておいしいですそしてそして同じ感情を書くのに さっきペットボトルを冷やす冷蔵庫で冷やすそしたらペットボトルが冷えるでしたねでこれはさますというものでしたね冷ます、冷めるは今度は熱いものを熱いものをふふふして冷ますでしたこれは今熱い 紅茶を入れてきましたのでとても暑いですもうここまで暑いですフフ <laughs> しても全然暑いままですからこれをフフして一度コップに入れてよいしょよいしょそして <laughs> とフフして冷ます 冷ましますおいしいですちょうどいいですおいしいですふふして熱いものを冷ますでももしお茶をコップに入れたまま一時間置いていたらどうなるでしょうお茶が冷めてしまっておいしくなくなりますこれが冷やす 冷える熱いものを冷ます熱いものが冷めるでしたね。そして前回やったのは漢字が違うけど音が同じすすと直す最初の漢字は病気を治す病気が治るです。 を治す。さっきの私のようにエルサを治す。そしてその結果エルサが治るです。治って良かったです。本当にエルサはうちに来たうちに最初に来た子ですから、もしエルサが治らなかったら私は次のプリンセスは買わなかったと思います。そして今日勉強したのは何々 を壊す。何々が壊れる。そうね。壊すものと言ったら多分子供はよくおもちゃをこうやって遊んでいて壊しますよね。そしてその結果おもちゃが壊れるということになります。こんな7つの動詞の。 自動詞、多動詞を覚えただけで、たくさんのことが話せるようになりますよ。自動詞と多動詞はとても役に立ちますので、一緒に覚えてね。それでは皆さん、今日は、壊す、何々を壊す、何々が壊れる、を勉強しました。どうもありがとうございました。以上 でした。